驚愕、遠藤航さん、プレミア最強ディフェンダーだったことが判明してしまう。本名航遠藤、国籍日本、ポジションディフェンダー、年30、ディフェンスランク1、リーグプレミアリーグ。ファンダイクを退けてこれはすごい。カイセド取れなかった結果、カイセドはさすがに過大評価すぎた。212億もかけて取ったのはさすがにやりすぎ。インターセプト7大リーグトップやぞ。これもう世界最強やろ。ヒント、雑魚狩り。雑魚狩りしてるだけ。ビッグクラブ相手に通用してないからね。アーセナル戦が楽しみやね。遠心どもわけのわからんデータ引っ張り出してんじゃねえよ。このデータがどんなものかも調べず失点の名前を知らないからと難癖つけるのは本当に頭が悪い。空気スタッツはそれなりに有名なサイトだしな。何かしらの評価基準に則って採点した1位なら何でもすごいよ。たとえ遠藤に有利な採点方法だとしても154センチ中1位はそう簡単に取れないだろ。絶対遠藤って過小評価されてるよな。特に日本人から。